今日のなるほどハテナはこちら、研ぐ手間だけではない無洗米と普通の白米の違いです。まずはですね、無洗米がどのように作られているのかから見ていきます。無洗米というのは白米にこちら変わりますかね、ある一手間を加えますとどんな品種でも無洗米になるんですよね。洗ってる、もともと洗ってる、洗わなくてよくする一手間。そう、これこちらご覧ください。はい、まず普通の白米ですけれども、玄米を精米するとこの普通の白米になりますよね。はい、でこの普通の白米は表面のところに肌ぬかといいます粘着性の強いぬかがついているわけなんです。まあ、ですから、まあ、研ぐ必要があるというわけです。一方でこの肌ぬかを取り除く加工を工場でしたものが無洗米なんですよね。そのため研ぐ必要がないわけです、はい、っていうような仕組みになっています。はい、でこの肌ぬかがないので無洗米って白っぽいって言われるんですけれども、どうですか、写真見てみて。そうですね、なんか透明度が高い気がします。明るく見えますね。いやいや、そんな感じしますよね。はい、でもちょっと分かりにくいということで拡大してみますと一目瞭然。はい、白米の方こんなにゴツゴツしてるんですけれども、無洗米つるっとしてませんか。綺麗に磨かれたような。それが先ほどの肌ぬかが取られてるってことですか。そういうことです。肌ぬかないのがよく分かりますよね。これがですね、あの炊き方の違いに大きく関わってくるわけなんです。白米、普通の白米に比べて無洗米というのはスリムなわけなんです。はい、ですから同じ1カップで測りますと、無洗米の方が米粒の数が多くなるんです。なるほど。となると同じこの白米と同じお水の量で炊いてしまいますと、こちら固く炊き上がるんですよね。足りなくなっちゃうんですね。そう、つまり無洗米を炊くときというのは水の量を増やす必要がある。はい、で目安は1カップにつき大さじ1杯から2杯増やすといいということでした。でもう一つですね、はい、コツがあります。炊き方のこちら、無洗米の研がなくてもいいではなくて研いじゃダメということで、森山さん研がないでください。だからダメでしたね。研いちゃうんですよ。なんか研いだ方がいいのかなと思って。というのもですね、研ぐとお米に傷がついて食感が損なわれてしまうということで研がないで。でもあの水入れると濁るよねって思うと思うんですが、はい、これはでんぷんや気泡のため問題はないので、どうしても気になる場合は軽くね、ゆすぐぐらいにとどめておいてくださいということでした。研いじゃダメ。